はい、皆さんこんにちは、モンガとアカレッジです。今日は笑顔系やな。どういうこと？なんか編集撮ってなんか毎回違うっていうのを知った。あー、そうやんな、見たらちょっとなんかこんな変なこと言っとったけど、もう青すぎてちょっと忘れてた。いや、アホとかじゃないんだけど。はいはい、ありがとうございます。今日はですね、セリアで1000円ずつ1000円ずつオタクグッズ、オタクで使うグッズを10個ずつ買って、で、それで何品揃うかっていうのをやっていきたいと思います。これ結構第2弾かな？宝塚のバトルゲームが第1弾やから、第2弾が今回のセリアなんですけど、今回は何品揃うか、ジャニオタとハヤオタで。はい。何品揃うかっていうのをやっていきたいと思います。はい。もしよければ最後までご覧ください。どっちからする？うちやめた方がいい。え？やめといた方がいいの？うん。ふざけてるもんね。え？そう、ん？そうね。じゃあまず、揃わなさそうなもの？うん。から。いや、まあ、大体揃わなさそうな気もすんねんけどな。じゃあ、1個目。よし！あ！じゃん！あ、出た！これはまさか！そんなんどこあったん？前のやつだ！オタクグッズのとこ。うん、あれ、あれじゃなくて、ほんまにオタク用のやつ。えぇー！背景シートの和室とガールズルーム。ですね、裏ピンクのものめっちゃ、うん。こっちの、ほら。こっちの和室と、女の子のお部屋の背景シートで、うん、すごい！結構大きいんよ。だからフィギュアスタンドキーホルダーっていうよりちょっと大きなフィギュア、うん、とかがあの入りそうなやつ。確かに確かに。なんかなんで買ったか分からへんけど。え？なんかすごい可愛くて、うん、可愛いなと思って買いました。イエーイ！イエーイ！はい。二つ目、今さっきの背景シートと同じやつの宇宙と、はい、ビーチと宇宙。壮大やな。海は続くどこまでもやし、宇宙もどこまでも続いてるみたいな。すごない？ありがとうございます。ありがとうございます。これがあって、なんか使えるかなって。うん。なんかね、海とかこれ絶対シルバニアとか。かわいい。なんかわいい。かわいい。の、シルバニアと何ファミリーで行く？え、赤ちゃん図で。赤ちゃん図で。赤ちゃん図でやろうと。赤ちゃん図で宇宙？あと。え、飛ばす飛ばす。こっちが宇宙。どうめっちゃ可愛いね。なんか宇宙のシートに赤ちゃん浮かして写真撮ったら面白そうと思って買いました。で、次同じ紙類。紙類じゃん、じゃん、デザインシート。何それ、よう全部見てんな。うちこんなん見つけてない。待って、それどこにあったん？知らんって。オタクのとこ。え、めっちゃ可愛いねんけど。欲しい。さっきの画用紙、あ、ごめんなさい。やだっけの背景シートと同じとこに売ってあった。え、嘘！言ってよ！欲しい欲しい欲しい。言ったらあかんやん。言ってよ。言ってよ。で、これちょっと開けるわ。なんか、何種類か、なんかここに書いてるものが入ってる。それ今めっちゃ話題やで。可愛いやん。すごく話題になってるの。こうやってね、なんか置いて写真撮るやつ。言ってよ。言ってよ。マジで言って。それ4種類、え、全種類入ってんの？うん、入ってなかった。タイルだ。かわいい。かわいい。後ろがタイル。おお。ご飯多いとも映えそうやな。なあ。かわいい。かわいい。すごい髪の毛。おしゃれなバーなんか。で、あ、大理石もあった。大理石。あ、ほんとや、あるやん。と、木目調のシートと、水滴のシートと、ストライプの。ストライプ？ストライプ？何置いたら映えんだろ、ストライプ。でもなんか、明るいもの？うん。なんかかわいい。どういうやつとか。あ、これかわいい。これ、砂。燃えてるやん、ここに。夏、夏に。あの、アイアイが坂かな。二階堂、アカネッチ。アカネッチ。昭和か。昭和か。昭和か。子供か。木目調のシート。お、木目2個目。濃くない方ですね。が入ってました。だから。全く被っておりません、今のところ。ですよね。なんかこう、あ、わかった。この囲われたとこっていうのが、こっちとこっちやったら、これが入ってるよー、みたいな。あー！で、表にそれとそれが入ってるやつね。ちゃんと確認してないの、おもろすぎやろ。違うね、なんかな。いや、わからんよな、だって。なんか、四角で囲われている柄が目印ですの意味が最初わからへんくて、うん。で、大理石欲しいなと思ってから。よかったやん。よかったよかった。
次じゃんじゃん、あはは、あかねっちが持っているやつ、え、なに買った買ったもう一個欲しくて、うん、見たか、でれってってれん、あれででれー、絶対買えへんと思ってた。え、そう、これ、宝塚行くとき持っていくし、うん、キスマ行くときも持っていくから、うん、いつもなんか、中身入れ替えてたのよ。あ、そう、入れ替え、舞台途中、うんうんうん、舞台途中に、宝塚も被ってたから、月が。うんうん。全部こう、二階堂くんで持っていったやつ出して、宝塚持って行って次の宝塚のも入れて帰ってきてみたいなやったから、うん、こう別でこう2つ欲しいなと思ってもう1個買いました。なんと私ももう1個買いました。ピンクは欲しかったけど、うん、その宝塚行く時にそのさフライヤーチラシをガサって、うんうん、そうそうそう、で入れるやん、うん、その時に普通の入りやったらそうそうそう、ちょっと落ちたりするから、うんうんうん、っていうのを前学んで、これは強いんです、東京が。石を買いました。石が。これおすすめ。これほんまに、これほんまに、そう。そう、分けるよ。ほら、色分けテープついてるでしょ。で、ほんまにすごい。から、ほんまじゃ、ニュータの人も A4 ファイル、うん、買ったやつそのまま入れるから。そう、ファイルごと入るのがいいなと思って。そう、ファイルも折れずに持って帰れるっていう感じなので、私はツアーで、また活躍するとき、舞台は中止になったので。次はツアーで活躍するかなと思っております。私はモーニング娘。のコンサート中止になったし、つらいな、つらいな、みんな多いんやろうな、何のため仕事したと思ったな次いきます。トレーディングカードのカードホルダー、もうこれはほらCD の通常版についてくる CD のカードがすごい溜まってきて、ね、ずっと1個でガサって入れてるからネタバレしちゃった。だからなんかちゃんと飾ろうと思ってうんうん、うん、カードのファイルを買ってきました。うんうん、じゃん。前も買ってんけど。ああ本当だ。それ見た。ちょっと前失敗してしまったので。そうなんやね。サクタンのやつ作るの？結局マジックでこれなぞったからマジックのインク使って。ああ。もう一個買いました。もう一個サクタン入れようと思って。サクタン入れましょう。買いました。で次じゃん。素敵に表紙をカスタム。これは え？ああここは止めになってるってこと？そうなんだ。クリアファイルまた。ああええー、見たけど見てないよ。これってさ普通の A4 の紙やんな。が入るってことやな。いやなんち最初さこれクリアファイル入れるクリアあのファイル。どういうこと？買ってまた。最初買った。あ違うんや。中身は？表紙を変えれるよってことだよね。そうで中身普通。そうそう。え言ってよ。これは。だからキスマイのやつをここに挟んで、これはキスマイのなんとかのファイルです。そうとか。とかできるってことやな。そう、落ちるもん。え？また行ったやん。いや、買う？大丈夫。この普通に宝塚のチラシとか、ハロプロのチラシってのがないからさ、うん、お知らせばっかりやから、それをここに表紙に入れて、この年のチラシで保存してもいいかなと思って買いました。イエーイ。じゃあまだ全然1個しか被ってないね。そうだね。次ペンライトケース。うわー、うちそれ探してんけどなかったね。あれどこにあった？これペンライトケースなんですけど、買おうなと思っとってさ、そうなんか中身どんな調べてん、100均オタクグッズみたいな、うん、ペンライトケースがあるって言ってたらあった。ちょっと買わなって思っとってさ、見当たらんかええかみたいなテンションあった。いやこれ例えばさ、なんか何本も持っとる人も入るし、そう、何本も持つし、ジャニーズさんのさ、でけえ意味分かれへん形の、ジャニーズさんの今回モーニングもさ20って書いとるやつやんな。ああ入らない。だからそう普通のキンブレサイズじゃないから、うん、だからそれに最適、最適、うん、最適なんじゃないかと。うわー、それ見つけてたら絶対被ってたのに。セリアさんでのオタクグッズのところで、シェリちゃん、オタクグッズのところで売ってました。いいじゃん、これおすすめ、うん、じゃんじゃん、ミニポーチ、ミニポーチ、うおこれ、あ、すごい、そう外側に入れれる、そう、あかんって何したんだっけ、ヤクタン、どっちも入れれるねんけど、うん、缶バッチを、缶バッチを入れれるスペースがあって、うん、で、両方入れることができるの。缶バッチ。すごいじゃん。だから、
あのちょっとした小銭とか、うんうん、あそうやんリップは入らへんけど、なんかちょっと必需品とかをここに入れて、うん、でもあの推しの顔とか、うん、推しの名前でしかもこれをつけることができるっていう、うん、素晴らしきグッズが売っておりました。何でもあるな、これおすすめ、結構おすすめ、いいじゃん、黒田さんかなりおすすめ、これバッチ入るのめっちゃいい、うん、おすすめです。え、結局入ったん？あれのままで。入った。カバーつけたまま入りました。冬物。かわいい。で、次。じゃん。オタコレスケジュールシール、アイドル用。え？そうなんだ？めっちゃシールのとこ見てんけどな。シールこれ1枚しかなかったよね。あれ？あ、すごーい！いっぱい。コンサート、初日オーラス、コンサートも言ったな。ファンサゲット、お高い、遠征。めっちゃジャニオタ用や。両席、両席、上席、番響、予約。番響締め切り。すごい。番響1個しかないで。結成日、デビュー日、入所日。入金もある、発売日。FC 更新あるで。すっごい。これ、バースデーとか、すごい。すごい、ジャニオタ用や、めっちゃ。用語が。あ、いるこれ。え、いいんですか？私、そんなのないやん。使って、ファンサゲットまでは払んけども。この日にもらったよっていうのはちょっと書かないんですけれど、別にね。そう。インスタとかにまとめちゃうんで。ありがとうございまーす。え、新しい使いそうと思ったので。じゃじゃーん。あ、最後でいい？いや、番外編でシールつながりなんですけど。うちが最初セリアで、これってオタク用のシールかなって言ったら、違うやろって友達に言われたシール。あ、見た！これ見た！見た美女かわいいよな。かわいい。ここのケーキめっちゃ欲しかったもん。これは買えばよかったわ。これ1枚しかなかった、うん。ごめんな。あれ、嘘。何枚か買っとくない？え？1枚しかなかった。ほんまに？なんかね、なんやろう、なんかいいのか悪いのかよくわからへん。え、だから写真、写真ケースに入れて、うん。ああ、あの上にいるから。絶対面白いやつあるわ。このぐらいかな。めっちゃ落としていいけど。で、こういうのやろ。なんか見せろって言われたんで、こうやって貼ったらいいんじゃないかって姉がさん、姉がが遊び始めた、言っております。裏可愛いよ多分。これとか禁断の愛、これあの高価ケースって、え、でもこれめっちゃいい。うんうんうん、いいよな。そのケースも欲しいな。これハピラさんのやつやんな。ハピラさんや、ハピラさんのやつ。これあのこういうケースにお写真入れてシール貼ったら、そっか時間に貼らんでいいからおすすめだそうです。じゃあ行くで。はい、最後です。はい、全然あるやん。ほとんど紹介してないやん。最後じゃん、チケット&ブロマイドファイルケース付き。待って待って、チケットファイルめっちゃ探したってなかったよな、うん、ないチケットファイルじゃないの。あ、ダメかも。これオタコレってやつね。これはこれさ、めっちゃいい感じ、なんか体勢がずる。これ割れてた。え？不良品じゃん。割れてたけど。チョック。チケットファイル？じゃないの。ここにチケットを入れれて、なおかつこれがブロマイドになるよっていう。そこにか。なんかよく分からへんから買ってみた。うんうんうん、気になったところだよね。うん。で、以上です。ブロマイドは。太郎太さんとかよく使うの？以上なんだって。客単以上なんだって。ほら、かわいい。客単以上なんだって。客単。マスクしてるから注意はできません。待って、うわ、さくれちゃうって言われちゃうぜ。かわいいな。肩乗り尺単。いや、今肩ちょっと上げるのしんどと思って、朝げたら、めっちゃ作ったもん、なっちゃった。あ、拭いてくれんの、髪の毛。毛づくろいですか？では、私のドーン！どっち？降りんの？降りへんの？どっち降りたい感じ出てるやん。で、降りたそうやな。じゃ、抜いてんのに降りへんねんもん。降り、ここ開けたったやんか。降るって言うとんじゃん。おいで。はい。なんや。うま。わがままな小熱ね。では、行きます。あ、まず一つ目。これは前から皆さんがご存知だろう。だだーん。私が大好きのやつもう一個買った。これもさっきの緑のかぶったやつと一緒で、これもなんか普段から使えるなって思ったの。なんかさ、ボールペンとか、あ、ハンコとか、スケジュール帳とか売ってさ、全部この中に入れて持ち歩いてて今。うんうん。
だからなんか写真とかだけじゃなくて別のことにも使えるので、うん、もう一個欲しいなと思って、この機会にもう一つ、あのあれもセリアで買ったやつなので、うん、これももう一個買ってきました。でねー、かぶらへんかった、全然かぶらへんかった。でも思ってたのか。ででーん、あれ、おっきいサイズ。これは持ってなくて、さ、なんかね、この紙が A4 サイズらしくて、A4 が入ってるので、うん、ってことは A4 が入るってことやと思って、うん、そうやんな、そう、やった、欲しいやつじゃんと思って、うん、買いました。なんとなく可愛いなと思ったから。何、ファイルは入らへんな、これ、うん、ファイルは無理だから、うん、あの緑の買ったから、うん、これはまあ何かに使います。特にプランなかった。可愛くない、可愛い緑。そうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、で買いました。はい、次次、何が出るかな、何が出るかな、テレレレンテンテレレレン、ダダーン、フォトアルバム、逆じゃん、フォトアルバム。ちっちゃいのでよかったの。なんかね、なんかね、緑のねやつがパステルカラーとこっちがあったんけど、絶対こっちやん、絶対パステルカラーよりこっちの、私緑って緑の方が好きやから、うん、これにしました。めっちゃ緑、今ちょっと緑しかない。ちゃんと私が収納するかって言ったら、まあ微妙なところであるんです、片付け苦手なもんで、なんですけど、まあなんかこの機会に片付けて、片付けてください思って緑を買ってきました。緑に惹かれる部分よね、やっぱ。そうね、持ち物ほぼなんかすっごいさ、ネタバレしてひんようにさ置いてあるけど。ちょっとバレてんねん、多分。全然分からへん。ほんまに分かってない。で、次は、ね、ちょっとね、部門変わってくるんですけど、はい。きつね、ツアーが決まってるので、はい、私、全国を飛び回るということでですね。はい。ダダーン、圧縮袋。普通に。でも、ほんまにオタクグッズやんな。そう。遠征で、私ですね、T シャツ、上の T シャツはこれとか、うん。決めんねんけど、うん、下のズボンとか、その T シャツの下に着るやつとか、うん、上に羽織るやつとかって、決めんといくから、めちゃめちゃ緑の服をね、いっぱい詰め込んでいったりするんですよ。はい。で、いつもね、なんか服だけでいっぱいになって、どれ着るか決めてないだけで服がいっぱいになっちゃうんですね、ホテルの先で。はい。なので、圧縮袋、なんかね、可愛いデザインで緑チックやったから、うん。買いましたー。もうオタクって感じ。すげー、これはね、2個一遍に紹介しよう。なんだ？せーの、ダダーン！バラーン！ふざけてるやろ。どんちゃんやろ。ずっとね、バラ買おうと思ってて。で、ちょっとなんか、あの子になってる。なんかね、ちょっとね、くすんだ感じのバラね。こうなんか、やっぱ、どんちゃん好きで、どんちゃんのコーナーを部屋に作ろうと思ってて、そこにこうさせたいなっていうのと、やっぱのど様といえばバラなので、うん、そうだね、イメージがやっぱ、ね、うん、今回もバラやったもんね。なのでバラをついに私が赤いものを買ってしまいました。なんか出とるなって思ってたの、これやって。そうです。すごい、かわいいでしょ。かわいい、かわいい。これをね、こうドンジュアンのガヤさんとのど様のフライヤーを貼って、その真ん中とかにこうバラ立てとこうかなっていう。でもさ、これちょっと長すぎやから切らない。そうですね。ちょっと邪魔です。長さは邪魔です、本当に。そして、ちょっと赤っぽくさ、なんかカットも。ここが、ちょっと本当に私は本当に申し訳ないです。ふざけてます。いいよ。あ、待って、もう一個あるわ、まともなやつ。ダダーン、マスキングテープ、デザインテープ。キラキラしとる。そう、めっちゃ可愛かったよ、これ。うちわに使うとか、うちさ、何に使うとか分からへんけど、とりあえずキラキラしてて緑のもんっていうのでめっちゃ可愛くて、うん、思わず手に取って買ってしまいました。買ってしまいましたか。そう。可愛いのよ。わかる？これね、冬に雪の結晶のやつとか出てて、うん、キラキラで、うん、それはなんかその他の知り合いの方がね、可愛いってね、めちゃめちゃ喜んで言ってたんで、うん、こんなんがあるのも知らず行ったら、なんかシンプル緑のキラキラがあったので、うん、可愛くて買いましたー。こういうのなんかダイソーとか売ってないイメージ、うん、なんか強いマスキングテープみたいな、うん、
まともなオタクグッズでした。で、ここから私は迷ったわけです。はい、あと2つ何を買おう、はい、もう私は1000円使えない、10個のもう物を買えない、どうしようって思った時に、うん、今何個、今多分あと2つ残ってるかも、はい、ね、迷ったんです。私はあと2つね、何買ったらいいかなって、うん、だからね、そしたらなんかさ、うちってそういうの好きやん、そういうの好きやん、そういうの好きやん、好きやねん、だから思わず怒られるかなって思いながら買っちゃったんです。豆つかみ、緑やしな、オタクやんな、お豆つかみゲーあ、でも確かにこれ遠征先とかで、そうそうだよ、ホテル先で、あの藤ヶ谷ママと、うん、一緒に、そう、何だったっけ、違うかな、ママッチや、ママッチさあ、モモンガの姉のこと、うん、アネンガってやんか、なんか、うん、アカネツのママのこと、ママッチって言おうぜって、この間さ、親と二人で喋ってたのね。うん。車の中で、うん。アネンガやねんって言って、うん、姉がって。うん。じゃあ、ママッチやなって言われて、じゃあ、今度から動画で、藤川さんはって言うんじゃなくて、ママッチって言うねって言って。じゃあ、ママッチと、イラ、イラ、お豆つかみゲームを、アカネツのママッチと、やります。まあここで後でやります、みんなで。え、マジでやろう、やろう、ちょっと目に入って思ったよ、これが、これやりたいって言って、緑やし入れときいいよ、緑やん、いいやんって言われて、うん、すぐに入れました。あ、お箸もついとんの、見た、分からへんねんけどな、ついとんやんな、絶対、うん、お箸2点って書いてある、素晴らしい、セット内容、そして最後です。いいですか、皆さん覚悟は、はい、せーの、ダダーン、大きいシャボン玉一回断ったから、シャボン玉、そうやねん、そうやねん、一回お年会で断られてんやんか、なんで、青のシャボン玉、青が好きやから、うん、青のシャボン玉と緑の大きいシャボン玉をな、一回見つけたことがあって、うん、デパートで、うん、デパートで、で、そう、どうしてもシャボン玉やりたくなって、その時に、うん、今度シャボン玉ピクニックがてらにシャボン玉しようよって言ったら、え、嫌 やって言われて、お年会に、いそう、え、なんで嫌なんって言って、うちあのシャボン玉やりたいって言って断られたことなかったから、今まで、うん、そのわけで、おっきいシャボン玉がしたくて、私が大好きな緑色のカエルだったので、なんとまあ、私の大好きな緑のカエル。よだ、ここの部屋でやんの？そうだよ。やめて、やめてよ、いろいろ。そうやって、買ってしまいました。待って、これは全然想像つかんかったし。ちょっと下オレンジってのが気に食わんかったんけど、深い緑のカエルっていうところで、もう私じゃないですか、イコール。はい。ということで、ちょっと。バラもシャボン玉も袋から見えとったから。そうな。一回、あの、年賀に断られたこともあって、ぜひやりたいなと思って、大きいシャボン玉を買った次第です。でもこれさ、先が大きく開くよって。え、ほんまに大きいシャボン玉やりたくて、ずっと。え、すごい、めっちゃ開くやん。三角？ほら。そうで。だから大きいシャボン玉しようって言ってるやん、ずっと。断られたので、今日夜な夜な一人でやりたい。待って、うちも気になるって。やりたい？次回やろうよ。一個買ってくればよかった。あ、年賀とは違うわ、もう。違うやろ？一緒にシャボン玉してくれるって。一緒にシャボン玉しよう。無駄に大人になったやつめ。ほんまに。無駄に大人になりよって。無駄に大人ってない。いつまでもはしゃぎようぜ。はしゃぎようぜって言った。というわけで、私のセリアは以上になりまーす。あ、サクちゃんも一緒に、まあこれも遠征先でするかなと思って買ったからオタグッズです。遠征先、遠征のさ、なんかリュックとかにさ出てるの、そう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 、それ用です。え、ホテル、違う、ホテル、ホテルの外のロビーで、最悪、車で行くし、駐車場でな、あ、そっかそっか、人の、あの、車に、シャボン玉しながらホテル入る怖怖すぎ。それも醍醐味やから、やっぱやっぱ旅のな、こぼれた、いじめられてるやん、ミミはこそばいて、びっくりするやんか、もうめっちゃ頭打って、ここ毎回頭打ってるからな、ほんでサクちゃんにいじめられてる、いじめとんな、シャクタンド S なんそうや言うて、やめてよ、うちがド M みたいな違うねんけど、やめていこう、やめていこう、ほら、アカネッチチュッキーよ、チュッキーよ、というわけで、この後は私の企画でイライラお豆つかみゲームをしていきたいと思います。アカネッチの企画とかはい、はい、
はい。いやもう感想としては全然違かったっていうか、カニチ想像の斜め上すぎる、なんか斜めとかそういうところじゃないぐらいのなんかもの買ってきたからすごいびっくりしたけど、でもまあカニチが必要なもの、そう必要だしやりたいもの、うん、うちの欲が全て詰まってます。全然うちと違うとこ見てるからびっくりしたな。全然見てないもんばっかり買ってるから、いやカニチもうちが全然見てないもんばっかり買ってたからさやっぱさすが違いますね。違いますね、見るとこがね。行くだけとわけだごめんいいよ楽しかった。まあ参考になっていればね、うん、嬉しいです。いや絶対お豆つかみゲームとシャボン玉は参考になってると思う。あ、みんなお豆つかみゲームとさ、みんな遠征するときにはやっぱそう、シャボン玉買ったら教えてください、うん、キャリーバッグさして持っていかなあかんと思うから、うん、やっぱこれは何よりも一番の必需品だ。ほんまにそう思う、うん、すごいすごい勢いでめっちゃ目そらしながらそう思うおじょーい降りたかったのね。どっから降りや、どっから降りやってなった今。それ、アネンガが出てたから。どこ行くんじゃい言うて。どこ行くんじゃい。はい。はい。はい。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。